トイレジャーナル。トイレ診断士の山和信孝さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこちらです。能登半島地震においてもトイレの問題は発生しました。食料や水の準備よりもトイレの準備が必要というのがあります。 排泄はどこでやろうが人命に影響はないが食事は取らなければ命が危ないなので食料や水を届けることが優先されるのは分かりますが排泄するという行為はとても無防備な状態になるし何しろ安心できる環境でないと出るものも出ない特に女性はある程度安全が確保されているところでないと怖くて仕方ないはずです。地震大国だと 災害ののににこの問題に直面します果たしてどれぐらい学習して災害トイレはどのぐらい進化しているのでしょうか山本さんいかがでしょう、はい、あの今回の能登の半島地震なんですけれども、はい、あの私もあの日本トイレ協会の仲間がいっぱいいますので、はい、あの携帯トイレのメーカーさんもいますし、はい、その仮設トイレのメーカーさんもいらっしゃいますしいろんな方がやっぱ支援に行って。 はい、その報告を聞いております、はあ、でそれを聞いている限り僕が思うのは能登、はいはい、はあんまりうまくいってないなっていうのがやっぱり感じてそうなんですか、はい。前回の熊本の場合は、はい、あのすごいうまくいったんですよね。はあ、でその違いは何かっていうと,、はい、えと熊本の場合は。 あのすぐ近くっていうか益城町に自衛隊がそのままあってそこに、はい、その物資が運ばれてそこからあの支援にすぐ行けたみたいなところがあって、はい、すごくうまくいったのかなというふうに思うんですけど、はい、能登の場合、はいまあ、形がああいう能登の半島のああいう形になってるので、はい、一本道がふさ道路が ダメになっちゃうと、はあ、そのそこまで荷物を運ぶに運べないみたいな感じになってしまって。そこが本当に大変だっていうことは、皆さん言ってましたよね。はあ、<で>なるほど。そうですね。あの、なので、なんか陸の孤島的な感じになっちゃったんだとは思います。はい、はあはあ、であと。あのー。ね、えー、と、最近はあのプッシュ型支援っていう支援。 を国がすするよようになったんですよね昔と違って、はいえと。以前はその何かがあった時には、はい、その被災している地方自治体がこれが必要、はい、あれが必要って言ってその支援要請をして国から物を送ってもらうっていう形だったんですけど、はい、今はあのー、なんですかね、えー、被災した場合、はい、もう災害初期の時にですね、はい、あの政府が、はい。 これが必要じゃないかっていうふうに思ったものをもう自然にプッシュ型でおしおその送りつけるあなるほどそれがプッシュ型支援なんですけどあリクエストが来る前にそうですもう送っちゃえこれっていうそうです晴らしいでそういう形であのやるんですけど熊本はだから本当にのプッシュ型支援がその 受け入れ体勢も良かったし、はあ、あの場所的な、はあ、問題もあることができた送ることができたあとその被災地にいろんな道があるのでいろんな形で送ることができたけども能登、はあの,の場合は、うん、送っても、うん、それがあのその被災地の,その現地まで行かない現地まで行っても現地から さらにあの末端に行かないみたいな、ここのお家まで届かない、届けられないという状況が起きてるみたいですよね。<ー>だからもう今回本当に思いましたけれども、うん、やっぱりあの大変ですね。あの、うん、やっぱりその被災トイレと私自身もあの阪神大震災の被災者ですけど、はい、まああるある意味変わっ まあ多少よくなってるのかなとは思いますけどもや本当にもっともっと自分自身で自助、共助、公助っていうか、はい、自分でその自分の身を守る、はい、えと会社でその守るための,その手段を持つみたいなことをきちんとやっとかないと、うん、いざという時にやっぱり大変なことになるなというふうに思いますね。なるほど、えー、まあ 地震大国なのでとはいえ何かこう災害が来る前にわれわれ知恵を働かせてなんかあの備えたいけどそれでもやっぱりよ期できるものではないからどうしても問題というのは常にあ,のあるし直面してしまうということなんですね。そうででねだから個人でできる方、ね、あの準備というのは、うん あの携帯トイレをやっぱりっ数揃えて事前に持っておくとかっていうことがやっぱり大事だなと思います、はい、そうですね,そ,ですねそれにつきますねそうですねあと最近僕はあの、あのー、最近知ったあのすごいトイレがあって、はい、あのミネラルイオントイレっていうのがありまして、はい、でこれは本当にすごい画期的で、はい、あの水と排水が不要というか、はい のトイレがあるんですよ仮設トイレを持っていったにしても仮設持ってってもやっぱ多少の水も必要ですし汲み取らないといけないじゃないですか当然ですねでもミネラルイオントイレというのはまあ多少若干の水は入っていて要は循環トイレですよね水の中に薬剤が特殊な薬剤が入っていて水をイオン化するんですけどそのイオン化した水がその 循環しながらそのトイレに流れて何回も使えるみたいな一1万回ぐらい使えるすごいですねすごいですよねだからそのやっぱバキュームは必要なんですけどそんなにしょっちゅう来なくていいってことなるほどなるほどこのミネラルイオントイレは地震大国日本にとって言えば すごい長。救世主ですね。救世主だなと思いながら見てました。あ,<ー>あのー、これからね、あのー。うん、普及してもらえると。うん、まあいろんな課題、はあるんですけど、うん、良いなというふうに思ったりしますね。うん、ちなみに、ヤマトさんは。ピンクレディーでは。みーちゃん派。けいちゃん派、どちらですか。 みーちゃんです。